窓拭きも年々辛くなるわね。ブヒ、疲れた。ごめんなさいね、八之助さん。手伝ってもらっちゃって。今年は子供たち帰ってこないから人手足りなくて。はい、チョコ。うん。さーて、もう一息。助さんはもう休んでて。もう変身しちゃえばいいのに。その方が腰も楽でしょ。ダメよ。大掃除ってのは一年の汚れを落とすものなんだから、汚した人が掃除しなきゃね。別にそんくらいいいと思うすけどね。外側頼んで大丈夫？はい。さて、無事今年も年を越すことができそうだし、そろそろお蕎麦でも作りましょうか。どうしたんすか？大変。お蕎麦買い忘れちゃった。え？蕎麦くらいならコンビニで。ダメ。近くのコンビニ、今年から年末年始休業らしいのよ。あら、まあ、蕎麦なくても僕は全然。千代さん？仕方ないわよね。24時間スーパーは駅前だから、歩きじゃ年越しに間に合わないし。ブツブツ、八之助さん来てるのに。そうよ、日本人として年越しにお蕎麦がないのはやっぱりね。千代さん、時間ないもんね。仕方ないわよね。ね、千代さん。いや、別にいいっすけど、なんか心なしかウキウキしてるような。別に、実は今日ずっと我慢してたとか、年末は忙しくてあんまりお仕事してなかったなとか、魔法少女納めしときたかったなとか、全然そんなんじゃないからね。良いお年を。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。